AFC チャンピオンズリーグ2013決勝 AFC チャンピオンズリーグ2013決勝はアジアサッカー連盟により開催される AFC チャンピオンズリーグ2013の決勝戦であり11回目の AFC チャンピオンズリーグの決勝戦である試合は第1戦が2013年10月26日に第2戦が2013年11月9日に開催された 公衆日差し台が2試合合計スコア3から3、アウェイゴール数2から1で、初優勝を果たし、AFC サッカー連盟を代表して2013年12月に、モロッコで開催された 2013FIFA、クラブワールドカップの出場権を獲得した。FC ソウルは2度目の決勝進出。アジアクラブ選手権時代に IOLG として2002年決勝に進出している。だが、 AFC チャンピオンズリーグとしてからは決勝に進出していなかった。一方の公衆久次第は初の決勝進出となった。AFC のコンペティションでの両チームの対戦はない。決勝戦は前回大会と異なり、ホームアウェーへの2回戦制となった。第一戦が2013年10月26日に FC ソウルのホームであるソウルのソウルワールドカップ競技場。 第2戦が2013年11月9日に、甲州久市大のホームである、甲州市の天賀体育中心体育場で開催された。決勝第1戦が行われた、ソウルワールドカップ競技場決勝、第2戦が行われた、天賀体育中心体育場中、以下のすべての結果は、決勝戦、進出にクラブの得点を前に表示している。 概要 FC ソウル V 公衆久次第チーム別データ、試合後公衆久嘉次第のマルチェロリッピ監督が、前日会見で FC ソウル側の対応に不満を漏らすなど、試合前から不穏な空気が漂う対戦となったが、ゲームは一心一体の好ゲームとなった。公衆久嘉次第は、第2戦で勝利もしくは0から0、1から1の引き分けなら、優勝。 FC ソウルは勝利もしくは3から3以上の引き分けなら優勝が決定する。2から2のまま90分が終了した場合は延長戦に突入する。概要公衆比差次第 VFC ソウルチーム別データ試合後公衆比差次第が2試合合計スコア3から3アウェーゴール数2から1で初優勝を果たした。中国勢の ACL 制覇は初。十四年前に 両名が、前身のアジアクラブ選手権を制して、以来のアジア制覇となった。ありがとうございます。